長渕剛さんが昨日婚約発表なさったそうですね、はい、福岡さんにそのおめでたいニュースを伝えていただきましょう。はい、こんにちは。とってもね、石野真子さん初々しくて、みんなから拍手を浴びておりましたけれども、二人のロマンスが噂になりましたのは去年の夏頃からだったんです。ところが石野真子さんのいろいろ契約上の問題なんかがあってね、一時はこの二人の結婚話暗礁に乗り上げるのではないかと言われてたんですけれども、まあいろんな苦難を乗り越えてのね婚約発表ということで、本当に彼女の顔も緩みっぱなしでした。昨日東芝レコードのスタジオで記者会見が行われましたけれども、その模様をじゃあ VTR でご覧いただきましょう。今日は本当にお忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。やっと、こういう形、ここでこの場で婚約発表ということができて、本当に、お礼はじめとして彼女も、二人とも本当に心から喜んでいます。何しろ今日は、ご質問の方もお手柔らかにしてお願いしたいと思っております。真帆さんの方から一言。皆さん本当に集まっていただいてどうもありがとうございます。私もこういう形で皆さんにお会いしてお話しすることをとても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いします。おめでとうございます。真帆さんですね、ちょっと指輪を見せてください。それをいつ頃いただいたもので何なのか、それをいただいた時の気持ち、もう一回説明してくださいますか。これはいただいたのは去年の5月1日です。ものはあ、これのものですか。ダイヤモンドと、そしてルビーです。これは何て言っていただいたんですか、長尾さんから。あんまり形式ばったことじゃなくして、婚約指輪としていただきました。長渕さんからいただいてどんな気持ちでした。長渕さんがそういうふうにおっしゃったんですか、婚約指輪だよっておっしゃったんですか。長渕さん、結婚式そのものは、日にちと場所、それから女工場さん、はい、その辺はっきり決まっていることをここで。ですね、結婚は、来年の1月の15日、場所はですね、場所がロサンゼルスの、ウェイフェアーズチャペル、ザ・ウェイフェアーズチャペルっていう教会でやります。そもそも一番最初というのは『オールナイトニッポン』、そこで知り合ったのが最初なんです。それともそうじゃなくて、なんかコンサートに来たのが最初、どっちが。前、オールナイトニッポンの2部っていうのをやってまして、その時に俺自身がすごくファンであったっていうことから、ゲストに来ていただいたんですね。それがきっかけです。その時はどうだったんですか、真帆さんとしては。すごい一番最初に彼に会ったこと。全然名前も知らなくて、どういう方かなと思ってたんです。名前から受けたイメージっていうのがね、とてももっとこうおじさんっていうか、すごく年上の方だと思ってたので、パッと見たときはびっくりしました。その気持ちがね、二人が結婚をしようっていうふうに思いになったのはいつ頃で、またどんなきっかけだったのか教えてください。そのオールナイト2部をやってるときにね、初めて会って、ものすごくやっぱり天真爛漫さっていうか、可愛い子がやっぱり好きなんですね、これね、すごく。それで、ああ可愛いなと思って、まあ、できればお話をね、電話ででもいいからしたいなっていう気持ちはあったんですけども、まあいろいろとその辺はタブー視されてるところもあるらしくて、いろいろあったんですけども、まあ俺がオールナイトの一部昇格した時に、電話しろよと、で電話してもらってね、でそれからまあいろいろとその天真爛漫、そのものすごく明るく振る舞うんだけども、もうそれ以上明るく振る舞うのはよせよっていうね、一つのまあいろんな家庭環境であるとか、いろんなものをまあ二人で話し合った時にね、もうそんなに明るく振る舞うのはよせよっていう本当の気持ち言うとね、もっとこれから先は自分の幸せのために生きようよっていう気持ち。結婚申し込んだのはかなり早かったように。会ってからね2週間後です。
あの例えば好きな人がいた場合にかなり深夜放送とこう連続的に名前を言ったりする部分ってかなりいいっていう感じありますから。えあの深夜放送でね、はい、深夜放送でこう好きだとか会いたいとかいう部分っていうのはかなり効果はありますかね。効果があるっていうよりもあの時点でね、あのもう精一杯の気持ちだったんですよ。ああもうそういうしかあのなかったって、もっと本来ならね、事実はこうなんだ、俺はこれだけ好きなんだ、こういうふうにしたいんだっていうね気持ちを、早く伝えたいっていうのはあったんですけども、あの時点ではそうするしか方法はなかったっていうことですよね。あの割とまあ所属するいい音楽工房って言いますかの先輩というか拓郎さんとかね、その周辺の陽水さんとかかなりやっぱりディスクジョッキーで呼びかけるっていう部分でね、こう結婚へ結びついてる部分もかなりあるんじゃないそうどうなんですかね。だからあのそういった部分でね、あの今回僕らがこうやって結婚するっていうことに関して、あのそういう前例がね、あるっていうことで、あの先輩たちの名前があの引き出されて、なんか一つの悪い見本みたいにね、いやそうでもないです、そういうふうにこう見られるというのはすごく嫌なんですけども、ただやっぱり正直な気持ちを述べるっていうことに関しては全然あのおかしいことじゃないというふうに思ってます。マコさんはあの彼あの彼のですね、その結婚したいって意思をね、はい、会った時から感じてたわけですか。初めてお会いした時ですか、ええええ、プロポーズされるなっていう予感があったわけですか。いや そういう具体的には思わなかったですけれども、でもなんかあの初めて会ったような感じがしなかったです。どんな形でプロポーズされたのかちょっと具体的に教えてくれる。そうですね、魅力っていうかあのとてもね下向きで、あのそしてあの、ね、純粋です。であのこう自分が思ったことっていうのはね、あの喧嘩越しでもやり通すみたいな、あの私の周りにはそういう方はあんまりいなくて、どちらかというとあの人が右っていうと自分も右に行った人が多かったので、すごくそういうところを惹かれました。まこちゃんがですねあのプロポーズはあの結婚しようって言って、どんなところでそれをやるの。それは具体的にご説明してもよろしいですか。はい、お願いします。ですね、いつだ、おととしか。おととしじゃない、去年。去年か、うん、去年のね、何月だから12月に26日に電話して、で次の日に会って、それから2週間ぐらいあの雨が降ってましたね。でまあ、あの迎え行きましてね、でうちでまあいろいろと話し始めて、もうなんかやっぱしこう初めて会った時にね、あなんかこれは結婚するんじゃないかなっていう、なんかそういう気持ちあったんですよね。で素敵なことってやっぱりかっこいいことってのは絶対にやろうよっていう気持ちがすごく自分の中にあるんで、あのその時に結婚しようかって言った時に何のためらいもなくうんっつってくれたんだね。お二人の交際、あの長渕さんね、はい、深夜放送風に言うと、はい、程度問題 ABCD どの辺までですか。それも具体的にご説明したい。例えばじゃあ初キス、はもうお済みでしょうか。あファーストキスですか。はい、おととしのですね、はい、12月の26日か27日、深夜2時に約2秒にわたる。どういう状況の時ですか。どういう状況のもとにそれは。そう初めて。孫さんはどうですか。よく覚えてますかね、その時のことっていうのは。はい。どんな感じですか。すみません。どうですか孫さん、申し訳ない。ちょっと聞いたついてじゃないけど、ちょっと知りたいんですが、どうだったんですか。気持ちですか。はい。気持ちよかったって言ってよくあのキスの味がね、甘いものとか、まあ、レモンの味は味がいろいろあると思うんですけど、そういう誘い方したらどういう感じになりますかね。そうですね、どんな味、どういう味しました。どういう味。まこちゃんはそれでしびれちゃったの。どうなのかな、あんまり そこまで思わなかった。味とかそういうのは思わなかったです。そうですかね、あのそこまでね、もう出ちゃったんで、あのキデリンも聞いちゃうんですけれども、2人ではなんかこう、こういう言い方したらなんですけども、夜明けのコーヒーを飲んだのがいつ頃になりますかね。夜明けのコーヒーですか。
時落ち着いて飲めなかったですけどね。でもまあやっと最近本当にうまいコーヒーを飲めるようになりました。これも一人に皆様が。真子さん、お子さんは何人くらい欲しいとお考えですか？そうですね、子供は好きだから別に何人かな、何人でもいいです。多い方が楽しいと思います。自分としてはどんな理想のね、どんなその家庭を自分としては作りたいなってこう今考えてるのかしら？やっぱりあの子供とお母さんお父さんが仲良く笑って、あの本当それこそ子犬でも遊んでるようなそういうあったかい家庭が欲しいなと思います。長渕さんどうですか？そう言われてますけどどうでしょう？え、まあそういうふうに言ってます。あのね、あの引退のね、あのテレビね、彼女の引退コンサートのテレビを見てましてね、でその中で私は世界一幸せ者になりますと言った言葉を聞いた時にやっぱりものすごくやっぱり重みを感じたしね、それは彼女が言う通りに世界一やっぱり幸せにしてやりたいと思ってます。長渕さん、真子ちゃんはどんな奥さんになると思いますか？うん、このままで変わんないんじゃないかな。変わってほしくないっていうのがあるから、うん、それはあの私たちが知ってる真子ちゃんと同じなんですか？長渕さんの前ではどうでしょう？やっぱり違いますね。あの年が二十歳なんだけども、二十歳では考えられないくらいいろいろ苦労してきた人だから、まあ、俺よりもはるかなんかある意味ではね、俺を抱擁してくれるぐらいのね、なんかそういうしっかりしてます。あのお二人でいらっしゃる時ね、長渕さんからご覧になって真子ちゃんが可愛いなと思いになる時ってどんな時ですか？可愛いんだよね、すごく。もう完全な転換パス見方にはならないですね。うん、あのどっちかって言ったら九州生まれですからそういうのはあるんだけども、やっぱ家庭の中にこもった時にはもう全ていろんなことを考えたくないっていうのがありますからね。そういった部分でのこう抱擁してほしいっていうね。逆にこう甘えたりする時もあると。これですか？そうですね、やっぱ膝枕の一つぐらい。石野さん、将来の夫にね対して今注文することってありますか？こうあってほしいなと。そうですね、ちょっと痩せてるからもう少し太って、健康に気をつけてほしいなと思います。浮気の心配なんかしませんか？そうですね、別に心配ないって言うと嘘になるけど、まあ、もう男の人だから仕方ないし。そうなんですね、長渕さん、そういうことでね、はい、2人でまあ本当に改めてね、こういうことだけは守ろうねっていうふうに2人で約束したことってのはあります？まあいろいろね、現在に至るまでに辛いことなんかもたくさんあったんで、まあそれを忘れないようにしてね、これから先俺の方はいい仕事ができるように、で家庭はちゃんと彼女に全て任せられるようなね、そういった家庭を作ろうと。で離婚だけはしたくないと。理想は浮気のことなんですけれどもね、その方は長渕さんは絶対大丈夫だよっていう答えは今出せます？絶対しないよという。浮気ですか？しないでしょうね、きっと。お子さんが大好きだということなんですけれども、第一子は男のお子さんがいいですか、女のお子さんがいいですか？男の子欲しいです。男の子欲しいです。お名前決めてますか？いや、まだ、はい、そんなもん。昔からこう考えてたこととかありませんか？その、お子さんをの名前を、その名前云々ってのはまだ考えたことないですけど、どういうお子さんに育ってほしいですか？男の子だったらもう自由奔放に育ててやりたいし、女の子だったらやっぱし厳しくなるんじゃないかなっていう気持ちはありますけどね。でも当分は子供はまだパスですか？お互い今1対1の時なんて呼び合ってます？長渕さんは彼女を呼ぶ時ですか？真子つったりおいつったりいろいろ。石野さん